さんこんにちは、尾崎美希です。イエーイ。ちょっといつもとテンション違う。今日はですね、たくさんリクエストをいただいていた、じゃーん、ザラの購入品紹介をしたいと思います。3万円分購入をしまして、普段から私ザラよく利用するんですけど、今回も可愛いお洋服がたくさん多かったので、今の時期に着れそうなニットとか、なんかそういう感じのかなを、いろいろ紹介できればなと思いますので、最後までご覧ください。それではどうぞ。1個目はもうすでに着てるんですけど、ショートニットワンピース、170センチで私 M サイズを今着てる状態なんですけど、ニットも結構肉厚で、リブニットかな、なんか形がすごい可愛いです。こんな感じで、なんかここにブローチとかつけても可愛いなと思ったし、アウターとかだと結構なんか色選ばずにジャケットもコートも合いそうなので拍手してる。これ購入しました。今ブーツ合わせて履いてるんですけど、タイツ履いてるオファーとかスニーカーとかも可愛いなと思います。はい、それでは2つ目とあと3つ目一緒に紹介します。まず2つ目なんですけど、こちらです。今着てるちょっと淡いミントかな、ブルーのニットになります。ベーシックニットセーターっていうセーターで、めちゃくちゃお色が可愛くて、あと毛がチクチクしてなくて、結構肌触りがいいニットなので、これ1枚でもすごい着心地がいいです。可愛いで、今結構そのまま着ちゃってデニムにインしてる状態なんですけど、なんか私結構ニットとパール合わせるの好きなんですけど、こうやってパールとかつけても可愛いよね。あ、可愛い。そう、合うので、なんか何でも合わせるし、今日はデニムだけどハイウェストのスカートとかパンツ、普通のストレートパンツとかも合いそうなので、このニット買いました。めっちゃ可愛い。チクチクしないの？そう。しかもあんまりこういう色ありそうでないよね、うん、なので結構水色系のニットは冬大活躍すると思うので、探してる方いたら見つけてみてください。可愛い。で、3つ目が今もうすでに履いちゃってるんですけど、なんかこのニットと合わせるとめちゃくちゃ色も可愛いなと思って購入したマムフィットデニムパンツっていうデニムになります。見せづらい、足首ぐらいまでの感じで、形がすごい可愛いです。スニーカーとかに合わせても可愛いし、ローファーとかも絶対可愛いなと思います。なんかこういう色のデニムって結構淡い色なんですけど、濃い色のニットにもあったりするし、薄い色でもあったりするから結構万能だなと思って買いました。可愛い。はい、4つ目です。4つ目はボーダーニットカーディガンになります。私ボーダーが本当に好きで、カジュアルなのに可愛い感じで着れるから結構好きなんですけど、今はさっき合わせたデニムと合わせてるコーデで、スニーカーとかめちゃくちゃ可愛いかなと思います。で、このまま着ても V ネックの部分がすごい綺麗で可愛いんですけど、なんかさっきとも私がちょっと細めの、私パールのネックレスも持ってるんですけど、こういうのとか合わせるとすごい合う。あれ、つけれない。あれ、つけれない。ちょっと待って。ちょっと待って。やだ、つけれた。めっちゃ格闘した。こんな感じの細めのネックレスとか持ってる方は、ボーダーとパールってすごい相性良かったりするので、すごい可愛いなと思います。で、これ今片方インしてるんですけど、なんか結構出す感じのスタイルで、下を黒のパンツとかに着ても可愛いなと思うし、これボタンになってるので、なんか中にキャミソールとか着たり T シャツとか着て、普通にアウターとして羽織にしてもなんかゆるっと着れて可愛いなと思います。これ可愛いよね。外着感もそうそう可愛いね。春も着れそうで可愛いです。ボーダー好きな方ぜひ。5、6点目になるんですけど、中に着てるこれニットのトップス、クロップド丈ニットトップスと、あとはこのクロップドニットカーディガンの2つセットアップなのかな、これ一緒に売ってたので買ったんですけど、なんか肌なじみいいクリームでめちゃくちゃ可愛いです。で、結構ニット素材も、これも水色のセーターと一緒でモコモコしてるので、これだけでもすごい着心地よくて、部屋着とかでも着れそうな勢い
で今日はクロップド丈なのでハイウエストの黒のパンツを合わせてるんですけど、ハイウエスト系だったらなんかショートパンツとかスカートとか何でも合いそうだね。なのでおすすめです。なんかすごいスタイル、足長く見えます、スタイルよく見える。でこれなんか多分別々に着ても可愛くて、このニットだけでもなんか上のカーディガン変えたりとかしても可愛いなと思うし、このカーディガンだけでもなんか羽織として使えそうね。あ、そうそうそう、可愛いよね。なので5、6点目はこのセットアップでした。なんかパール今つけてますけど、ネックレスなくても可愛いし、なんかちょっとゴールドとかの細めのチェーンにしても可愛いかもしれないです。はい、以上 ZARA の6点分ですね、購入品を紹介しました。これ購入したのが、1月だね、1月の上旬なのでまだあるかなと思うんですけど、ぜひ気になったアイテムがある方は ZARA で探しに行ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。